犯人は誰なんだ。ヒゲを生やしたおっさんだって村長さんの奥さんは言っていたよ。あれ、早いな情報が。ん、これで終わり。こっちある。あ、なんか行けそう。イエーイ、めっちゃ凍っとるよ、大丈夫。お、ステージ7、最果ての知恵。やった、着いた。何あれ、どういう状態。なんか、あの、影。あ、かわいい。めっちゃかわいい。ここの住人はペンギン。どうも。こんにちは。ここは北の果ての村、寒い寒い村です。寒い寒い村。キノコタウンから来たんですか。それは遠いところをよくいらっしゃいました。ありがとう。めっちゃ道に迷ったけどね、何回も。星の生まれる谷？ああ、それならこの村から東に行ったところにありますよ。でも気をつけてください。最近谷へ行く途中の道で恐ろしい怪物が現れるって話ですから。嫌ですね。この頃怖い噂ばかりです。どうなってるんでしょう。あ、一旦セーブしとこ。はい。この間村で怪しいやつを見たんですよ。うおーとか、寒いぜーとか叫んでましたよ。お、これは、あれじゃない？誰やっけ。名前が出てこないけど、あのビジュアルだけ出てきとる。あの、何回も何回も、コアッパ？そんな名前やったっけ。何回も何回もマリオに挑んできよったやつじゃない？なんかこの熱血っぽい感じ。あと、クソマリオめーとかも言ってたような気が。一体何者なんでしょうね。ってことは、この後、そことのバトルがあるということだろうか。なんかそんな感じするよね。とりあえず村全体的に見て回りたい。あ、こっち側にもあるね。キノコタウンには道場があるのを知っていますか？知ってる知ってる。僕はよく道場に挑戦しに行くんですけど、この前やっと3段の証をもらいましたよ。この村から出てもやっていける感じ？君たち。マリオさんならきっと僕よりもすごいのを持ってるんでしょうね。挑んだことはないんだ。あれ？何も持っていないんですか？おー、これ持っとったら会話が変わる感じか。話せない。最近この村も物騒なんです。いかにも怪しい奴が現れて村の周りをうろうろしてたんですよ。誰かを探してるようでしたが、あの怪しい奴は一体どこへ行ったんだろう。それはそのコアッパとはまた別？あれ、家の中はあったかそうだな。そういう感じなんや。ここからは星の生まれる谷や寒い寒い山に行きますよ。まあ、でも暖炉に火がついてるわけではないんか。寒いですから、お出かけの時はあったかくしてくださいね。ありがとう。東って言ったけど、とりあえず西に行く。あ、こっちも村？ペン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 。リズムに乗って図に乗って。図には乗らないで。ペンペンペペンと歩くよ、ペンペン。並べてみようよ、雪だるま。バケツの帽子に目と鼻つけて、マフラー巻いてあげましょう。これなんかのヒントかな？どっかで雪だるま作れるところがあるとか、ない？なんか全体的に家の中あったかい雰囲気ではあるよね。今日のおやつはかき氷にしよう。いちごシロップがいいかな？ハニーシロップがいいかな？レモンシロップにクリームかけてもいいな。うふ、嬉しいな。やっぱ冷たいのが好きよね。かき氷はラムネ味が美味しい。個人的に。なんか男の子とか女の子とか別にいない感じなんかな。他の町から来た人にとってはこの村はとても寒いでしょうね。でも世界にはとっても暑くて砂だらけの町もあるらしいですよ。カラカラ砂漠とかそっちの方？私には信じられませんがね。干からびるかもしれんね。この間この村にものすごく怪しいやつが来たんですよ。これはコアッパじゃなくて普通にクッパ側のやつのことかな。すごくうるさい声でわめいたり、やたらと走り回ったりしてたんですよ。いや、やっぱコアッパかもしれない。なんだか平和な村に事件が起こりそうな予感がします。お、いや、この子はなんか女の子って感じがするぞ。あ、かき氷や、かき氷。奥にも扉があるね。あらあら、お客様ですの？寒いところをようこそおいでくださいました。うちの主人にご用でしたら奥の部屋におりますよ。遠慮はありませんから、どうぞお入りください。ありがとう。わあ、広いね。縦に広い感じなんやね。あ、なんかかわいい。
子供か、え、なに倒れてない、どうした、え、返事がない。村長の体はピクリとも動かない。マジでただの屍のようだってこと。え、よく見ると手にゴンベイと書かれたメモを握っている。ゴンベイ、なんか昔さ、よく七種のゴンベイとか言ったことない名前書いてない持ち物があったりとかしたら。あなた、お茶でも出しましょうか。あら、え、大丈夫、なんか私が犯人にされたりとか、なんかよくあるパターンな嫌ですね、あなたそんなところに寝ていると風邪をひきますよ。え、これお亡くなりに、いや、マリオやーってしてる場合じゃないよ。キャー殺人事件が、誰か来て、うちの主人が、え、やっぱり死んでるの、死んでる、人殺しよ、違ったわ、ペンギン殺しよ。で、そんなところはどうでもいいんだよね。その横のプレゼントちょっと気になってんやけど。奥さん何事ですか、落ち着きなさいって、ちゃんと話してくれないとわからないよ。なんだなんだ、うちの主人が死んでるんですよ、ほら見てそこに。ああ、うちの主人が殺されちゃったわ。え、マリオでそんな展開ある、ん、何、村長が殺された、まるで推理小説のワンシーンのようですな。ん、これは大変だ、村長やったんやね、それでお家がでっかいんや。しかし奥さん、一体誰が、なんか急に目の前でドラマが始まったかのような。ほら、そこにいるヒゲのおっさんよ私が止めるのも聞かずに勝手に上がり込んできたんですよ。え、さっきと話が違う、どうぞ遠慮なさらずに、みたいなこと言ってやん。それまでうちの主人元気満々ビンビンでしたのよ。この人がうちの主人にひどいことをしたに違いないわ。いや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 、もうさ、ほら、勝手に入れるんじゃなくってさ、なんかあなたお客様よみたいなやりとりが欲しかったねそしたらその段階で亡くなってることに気づいたかもしれんのに。君、奥さんはこう言っているぞ、身に覚えがあるね。ねえよ、しらばくれても無駄だよ、こうして目撃者がいるんだからね。え、目撃はしてないね、扉の向こうにいたので。そうですな、奥さん、そうです、この人が犯人です、私この目でちゃんと見ましたもの。何を見たの、それに部屋の中に入っていったのはこの人だけなんですもの、違うなんて言わせませんわ。他の人は入ってないの、なんか直前に他のお客さんがおったとかない、あくまでも君は自分が犯人ではないと言い切るのかね。そりゃ、何言ってやがる、マリオの兄貴はそんなことするような人じゃないんだよ。あ、ここも連れとる仲間が誰かによってセリフが変わってくる感じやね。いいね、そういうの、本当は全パターン見たいけどなんと、それが本当ならこれは密室殺人、いや密室サスペンギンということになるなこの平和の村にそんな恐ろしい事件が、君もう一度確かめるが、自分がやったのではないと言い切れるのだね。そりゃあ、よし、わかった、そうなるとあとは真犯人を、ウォッホン、君にチャンスをやろうじゃないか、もし君が犯人でないというのならば、君の手で真犯人を連れてきたまえ、そうしたら君のことを信じてあげよう、わかったかね。では早速行きたまえ、なんか別ゲームになってきたなただしまだ君が無実さと証明されたわけではないから、村から出ることは禁止するよ。もうどこにも行けない、なんてことだよ、もう歩ける、ここに隠れてるとかやないん、箱の中には何かたくさん詰まっているようだ、とても重い、落ちてきたね上から、事故じゃねえか事故じゃねえかね、これだよ、これ、これが上から落ちてきたんだよ。ゴンベイって何ね、分かったよ、あのプレゼントが犯人だ。ん、私に何か用かね、暇を潰している時間があるなら一刻も早く真犯人を見つけたらどうだね。そこから落としたやつがいるってことか、あそこの窓からとかかな。本当はあなたが犯人なんでしょ、私の顔には間違いがないわ、こんな田舎に突然他の町からのお客さんなんておかしいと思ったんですよ。あー、かわいそうなうちの主人、私を許して。なんかさ、他のところってさ、結構どこに行っても、あ、マリオさんみたいな感じやけど、ここの子たちはさ、マリオのことを知らないの、
そういう感じなの。あっこの窓から誰かがドーンってやったとかそういうことかな。急になんか平和な音楽になったな。お、なんかいっぱいよる。ん、鼻、びっくりした。村長が殺されちゃったんだって。しかも密室の中で。犯人が誰かわからないらしいよ。おー、なんてこった。まるでゴンベイさんの書いた推理小説そのものだ。あー、なるほど。推理小説家なのね。こんな田舎でそんなミステリーが本当に起こるなんて。犯人は誰なんだ。ヒゲを生やしたおさんだって村長さんの奥さんは言っていたよ。あれ、早いな、情報が。ほら、あのハンマー持ってるウロウロしてる一見人の良さそうな。うわー、怖いね。人は見かけによらないね。本当に犯人だったら殺されてるよ、もう。そんなことを本人の目の前で言ってると。あなたに協力する気はないんですよ。あっちに行ってください。なんだよ、私は犯人じゃないんだよ。ゴンベイさん？それならこの村に住んでいる小説家の先生ですよ。あなたまさか、ゴンベイさんを疑っているんですか？ゴンベイさんが村長さんを殺すはずがありませんよ。二人は仲良しなんですから。ほう。手のメモは一体。ペンギン殺しだ。近づかないで。あんたなんかあっち行っちゃえ。いやー、殺されるー。命だけはお助けよう。さっきまであんなにフレンドリーだったのに。ゴンベイさんですか？ええ、知ってますよ。この村では知らない人がいないくらい、とっても有名な推理小説家なんです。まさかゴンベイさんが村長さんを殺したんですか？確かに怪しいかもしれません。ゴンベイさんは犯罪に詳しいですし、ここしばらくゴンベイさんの行方がわからないんですよ。お、この子は結構、あれだね。なんて言うん？偏った視点じゃない感じで話してくれるね。ゴンベイさんですか？あの方は池の近くの家に住んでいますよ。でもゴンベイさんの家に行っても留守なことが多いんですよね。池とかあったっけ？東側か？え、ゴンベイさんが犯人じゃないかって？まさか。村長さんとも仲良しですし、そんなことをする理由がないですよ。それとも何か隠された理由が？私もゴンベイさんの小説を読むようになってから、いろいろなことを推理するようになったんです。いや、まあ、あれやん。犯罪とか殺人事件とかって、ほとんどが知り合いとかそういうのって言うやん。ここ誰もおらんかったっけ？最初から空っぽやった。この子か？きなこ、ちょっと待って。マイペースだね。ごめん、殴った。道が塞がれている。あなたが村長さんを殺した犯人でないのなら、証拠を見せてください。それまでは村から出られないように、私は土管の上からどきません。これが本当の土管の上から土管、なんちゃって。余裕がありますね。ここは話が聞けるような感じの子は、いないね。あ、これさっき初めて見たやつやん。あ、かわいい。耳当てしとる。マフラーも巻いとるよ。ちゃんと雪国仕様なんやね。村長さんを殺した犯人があなただって噂になってますよ。本当にやっちゃったんですか？やってない、やってない。私はこの前見かけた怪しい奴が犯人じゃないかと推理してるんです。だってあなた、悪い人に見えないですもん。人を見かけで判断するのは良くないんだよ。悲しいけれど。いい人そうに見えても悪い人とかあるもんね。おお。寒い寒い村といえばスケートよね。事件が起こったことは知っているかい？スキーもしたいけど、外に怪物がいるって言うし。怖いから村の中でスケートをしましょう。ルンルン。外に怪物どころか。お、何？見て見て、鍵があるんだけど、これどうやって。どうやったら取れるんやろ、これ。あ、割れる。おお。え、いてててふっ飛んだ、ふっ飛んだ。これでおぷくさんかな。でもこんな極寒の地でさ、おぷくさんに乗って
どうやってやったらいいんだっけ。これか。あれ、こうか。寒い寒い村にある倉庫の鍵、確実に投資するよね。よし、ツーンツーンって言ってるだろ。悪いやつとは口を聞きたくないね。そんなの口で言われました。あれか、倉庫。なるほど。ちょ待って、一旦ここの出口を塞いどること話してみよう。君には村長を殺したという疑いがかけられている。無実が証明されるまで君を村から出すわけにいけない。めっちゃ邪魔してくる。超邪魔してくる。じゃあ倉庫は最後に行くとして、こっちは、こっちもなんかだいぶでかそうな建物やな。あ、これか、池。そういえば、あ、ごめんね、スケートって言ったのに割っちゃったよ私。あー、池の氷が割れちゃったわよ。私たちこれからスケートしようとしてたのに。そんな、私の一番の楽しみだったのに。ごめんね。でもあんな3回ぐらい踏んだだけで壊れるようなところでスケートしたら危ないよ。ここは小説家のゴンベイさんの家です。あ、こっちが。ゴンベイさんがいるはずなんですが、姿が見えないんですよ。おかしいなぁ。行方不明って聞いたけど。別にいそうな感じはないな。いないよ。じゃんじゃかじゃーん、毎度おなじみのハテナムシです。クイズをしますか。あ、はい。それでは問題に行きましょう。これ正解したら何があるんやっけ。問題です。クリオの得意技は何。物知り。正解です。おめでとうございます。お、一問だけやっけこれ。星のかけらをプレゼントします。やったー、ありがとう。ちなみに現在のあなたの正解問題数は3問です。次回も頑張ってくださいね。それではさようなら。いなくなった。で、ここが倉庫ね。この建物は倉庫なんだけど、鍵がどっか行っちゃって入れないんだよ。困ったな、あの鍵どこに行ったんだろう。あんな分かりやすくあったのに。もしどっかで鍵を見つけたら教えてくれるかい。見つけたけど勝手に使うね。鍵を見つけてくれてありがとう。ようやく倉庫に入れるよ。もしかしてここに閉じ込められたんやないん。